サルマです。今日はですね、ちょっとね、許せないなっていうニュースが今日本で起きてるみたいなので、この件についてちょっと話してみようと思います。ルミアロマさん、それではニュース忘れてません？今回のニュースです。で、何かルミさんに怒らせたのかと言いますと、今回はですね、ハワイでホテル代請求トラブル、テルミクラブツアー客ということで、ニュースに出ております。破産手続きに入った格安旅行会社テルミクラブの海外ツアー客が現地で追加のホテル代を請求されるトラブルが起きていることが分かったということです。同社で購入した航空券で出国した旅行者は約2500人いるとされ、同様のトラブルが各地で相次ぐ可能性もあるというふうに、言われていますね。ツアー客の方が払うことになってしまったということが、出ているんですね。はい、でこれについていろんな方がコメントしているので、ちょっと読んでいきたいと思います。これちょっとひどい話だなと思うんですけど、どう考えても詐欺。これは個人資産や親戚縁者なども徹底的に調べてほしい。倒産して、はい、さようならは許していけない。これは最悪、つまらない旅行になったね。お客さんがかわいそう。会社が全て悪い。でもハワイのホテルも悪くないんだから、支払うのは当然のこと。これで何の処罰もなかった場合、いよいよ日本は危険だなと思う。人の命はお金で買えないって言うけど、これだけのことしてすいませんで済むっていうのもどうかと思うけどね。その問題じゃないだろう。全然ちょっと信じられない話ですよ。いや、もう完全に詐欺でしかない。払ったけどいけないのもめちゃめちゃ気の毒だけど、行った上にさらにお金かかって、しかも不安でいっぱいとか、さらに気の毒。払ったものが返ってこないこと、払ったはずのものが払ってないことになるか、別物では。これはもう訴えた方がいい。お客をあまりに悪く言わないでほしい。被害に遭ってるんだから。この会社利用している人はお金に余裕がない人が多いだろうから、急に請求されてもすぐ払えない人もいるんじゃないかな。気の毒すぎる。まあ、そうですね、格安ツアーって言われてるぐらいなので、やっぱ格安で、できれば払っていきたいっていう方が多いので、特にこの二重で払わなきゃいけないというようなことになったっていうのは大問題だなって。本当に利用した人が怒るっていう気持ちは本当に分かります。泣きたいのはあなた以外の人。はい、まあ、謝罪会見をしたのを私も見たんですけれども、まあ、社長さんが泣いて挨拶してました。でもそこの中国のホテルに入った時に追い出されちゃった。テレビクラブさんからお金は支払っていないので申し訳ございませんということで追い出されたっていうのも、なんか言ってたんですよね、ニュースで。そのツアーをそれって結構、まあ、中国とかにちょっと怖い街に行って、それでいきなり楽しい旅行に来たのにもかかわらず、結局の放浪を夜しなきゃいけないとか、まあ、どこに行かなきゃいけないとか、どこに行けばいいんだろうっていうことになっちゃうっていうのはすごい本当に困る話ですよね。やっぱり記念旅行の人とか、新婚旅行の人とか、思い出になるものだったりするんですよね。すごい素晴らしい旅行を提供したい、格安で素晴らしいその思い出にしてほしいっていう気持ちがやっぱり旅行会社には必要なんじゃないかなと思うので、まあ、今回のも私もちょっと許せないなと本当に思いました。なんかこうふざけないでよっていう風な感じはしますね。安すぎるとはそれなりのリスクがある。旅行ができても手続きがされてないなら落ちたというより確信犯だよね。詐欺以外の何のものでもない。どう考えても計画倒産、ちょっとひどすぎ。今回はテルミクラブの件についてでした。ありがとうございました。忘れてません。何や